あれ？どうしたの、マスター？ニコニコ笑顔。何か楽しいことでもあった？君の幸せは僕の幸せだから、なぜ笑顔なのか教えてほしいな。おお、そっかそっか、バレンタインのチョコレートか。僕の餅チョコ美味しかったでしょ。うふん、今回はそのお礼ってことかな。あれ、でも今チョコもらったからお返しのお返しのお返しで、まあいっか。そういえばチョコをもらった人にはちゃんとお返しあげてるの？あ、そっか、即お返しじゃないんだ。そりゃそうだよね、お返し考えないといけないし。でもそうなるとやっぱり期待されてる？大変だね、マスター。美味しいチョコのお返しだし頑張ろうね。僕もたまにチョコもらったりしてるから、ちゃんとお返ししなきゃなんだよ。そしてもちろんマスターにもお返しだ。へーい。でしょー、僕のウサ耳をコピーしたもの。ジークフリートのドラゴンセットみたいなものかな。ウサギは魔除けにも使われる由緒正しい生物だし、このウサ耳バンドをつければ可愛いし魔除けになるし最高じゃない。うん、今すぐに。はい、問答無用。へい。うんうん、かわいいかわいい、僕の見立ては間違っていなかった。恥ずかしい？かわいいのに。さあ、そんなことよりひとまず更新だ。みんなに君のかわいさを見せつけよう。え？かわいさを見せつけるために更新しようと。そうだ、君はかわいい。さあ、ショーを捨てよ、街に出よう。君のかわいさを大アピールだ。きっとバフ 100%、 ターゲット強制変更、無敵、回避、ダメージカットくらいはついちゃうと思う。気にしない気にしない、さあ出発だ。でもみんな楽しそうだったじゃない。とてちて更新してくれるサーバントも結構いたし。さてと、じゃあまた次の満月に。今度は服装もウサギっぽくしてみよう。あ、なんだ、どうした。俺は忙しいんだが。なんだこれは、チョコレート？ああ、うん、ああ、あれか、バレンタインデーってやつか。だが貴様に残念なお知らせだ。この俺がバレンタインデーの何たるかを知るはずなかろう。したがって
お返しのプレゼントなどない。がっかりするがいいだろう。え、正気？ま、そういうわけだ。チョコはもらっておくが、それ以外は何もない。じゃあな。チョコレートなどもらったところで果たす義理はない。ないんだが。えい、まったく。ふん、いたか。喜ぶがいい、雑魚。雑種と呼ばれているんなら、雑魚と呼ばれても大した違いなくない？ダメ？ダメか？なら、ゾウニでどうだ？冗談だ、冗談。さて、マスター。昼にもらったチョコレートの礼をくれてやる。そうだよ。そうだろう。俺もまさかお前に贈るものがあるなど思いもしなかった。そら、開けろ開けろ。そして俺の技に感服するがいい。その通り。それもただのボトルシップじゃないぞ。アルゴー号を再現したボトルシップだ。いや、より正確に言おう、その終作だ。練習なのであちこちガタついてるし、造形の底かしこが荒っぽい。メディアのやつにえらい勢いでダメ出し食らったからな。とはいえ、とはいえだ、捨てるのはもったいない。というわけで、捨てるのも置くのもなんだかなという感じだったこの船、くれてやる。丁重に扱うがいい。いいだろう、いいだろう。実にいい返答だ。さて、ではこのボトルシップだが、一つ足りないものがある。乗組員、すなわちアルゴノーツの面々だ。ま、最低限俺とヘラクレスにメディア、アタランテ、カイニス、ディオスクロイ、それにアスクレピオスとテセウス、いや、もうちょっと欲しいな。まあ、ともかく連中のフィギュアを作ってくれ。まあ、そうだ。なーに、お前ならできるさ。完成を楽しみにしているぞ、なんてな。マジでやったの？え？つまり、このからかい半分だった無茶難題に対してメディア様のお力をお借りしたので？そうか、うん、そうか。やべ、俺ちょっと逃げるわ。マスターにこんなのやらせたとか、メディアに殺される気がする。あれ、頭から声が聞こえて。バカね、もう遅いわよ。ギャー。冗談は時間と人を選べということだな。パッ。
お、マスターじゃねえか。ああ、どうした？そういや最近、どったんばったん騒がしいな。なんかあったか？おっと、なんだなんだ？甘い香り。ああ、チョコレート。ってことはあれか、例のバレンタインデーってやつか。おう、ちゃんとベオウルフあたりに聞いてっからな。知ってる知ってる。とにかくなんか渡しときゃいいんだろ。あ、雑っぽい。雑で結構、本質つかんでりゃいいんだよ。しかしな、好みはサーバント、そして俺は戦うために生まれたようなもんだ。となるとさて、どうしたものか。よし、晩までにはどうにかする。ってわけで、ちょっと待ってくれや。ああ、いい子にしてろよ。やあ、マスター、まだ寝てねえか。そうかそうか、よしよし。そりゃそうだ。ってわけで、持ってきたぜ、温めた牛乳だ。で、ここにもらったチョコを割ってっと。かき混ぜて。ソラ、ホットチョコレートだ。チョコの半分は今ここで俺が食わせてもらう。うわ、甘えなこれ。糖分の塊か。さてと、ジョマ、腹を据えて今日は一晩マスターに付き合ってやら。なんでもさ、遊びたいなら適当なところへ連れてってやるし。まあ悪い遊びは勘弁な。パールバティ様にガチ説教されそうだ。愚痴りたいなら付き合うさ。我が誇りにかけて誰にも絶対に言わねえ。ただだべりたいなら大いに歓迎だ。好きなもの、嫌いなもの、その他もろもろ、いつも俺たちに聞いてんだから、たまにはお前が答えろって話だ。そう嫌そうな顔するなよ。無理強いはしねえって。話したくないことがあれば言っておいてくれりゃいい。まあ要するにだ、こうやって向かい合ってただダラダラするのも悪くねえだろ。こいつはその潤滑油代わりだ。さて、何から話そうか。お前さん、ふるさとはどこだ？大抵のことは好きそうだが、嫌いなものはあるか？ああ、あるのか。そうかそうか。まあ人間ならそれが道理だ。で、何が嫌いなんだ？なるほどな。いやいや、イメージとはちょっと違うが、そういうものが嫌いっつうのも悪かないさ。全てを受け入れることが善ってわけじゃねえ。だが己の嫌いが道理ではなく単純な感情であるなら、引っ込めるべき時は引っ込めておけ。我慢と忍耐だぜ。似合わないセリフだって面してんぞ。ほれほれ。
さーて、今日も一日戦うかねーと。これはパールバティ様、先日のご助言感謝いたします。おかげさまで喜んでいただけました。ぎだ、次は自分でお考えなさいですか。了解しました。次はパールバティ様に頼らず、なんとか自力で、ヒントとかいただければ。はい、自分で考えますので。こんにちは、マスター。はい、本日もお元気そうで何よりです。本日は何の日でしたっけ。あれ確かチョコがもらえるってみんなに聞いたよ。すみません、なんでもないです。あ、これバレンタインデーのチョコレートというやつですね。ですよね。やったー、もらえたー。大丈夫です、意地悪は不問にしてあげます。さて、こうなったら僕も当然お返しを渡せねば。大丈夫です、ちゃんとご用意しています。誠心誠意、これならきっと喜んでくださると。不思議なことに、ヘクトール兄さんはものすごく引きつった表情で、別のものにしておかないって言ったんですが、僕も大人です。大人の判断で絶対に喜ばれると確信しています。それでは、負傷パリスのプレゼントはこちらです。どうぞ。はい、アポロン様です。貴重な貴重なアポロン様ですが、あれ、この場合は一人一紙差し上げます。残念なことに、僕から離れるとアポロン様はただの可愛いだけのぬいぐるみになるのですが、でも可愛いとは秩序善だと黒ひげさんも言っています。というわけで、マスター、アポロン様どうぞ。おはようございます。
今日も元気にバレンタインです。チョコ美味しかったです。すごく美味しかったです。あれ、アポロン様どうなさいました？部屋のお掃除に使われたとか？でも汚れたのなら綺麗にしなきゃですね。こういう場合は洗濯機なんでしょうか？せっかくですし、他のぬいぐるみもまとめて洗いましょうか。そうですか。それなら僕もお手伝いします。あ、その前に朝食ですね。ご一緒しまーす。チョコくれー。何なの？飲食店の独自用語なのそれ？いやー、カルデアじゃアルテミスのお気に入りであるお前くらいからしかチョコもらえないからな。アタランテあたりにチョコくれって言ったんだが、真剣な表情で。何時私を殺したいのか。私なんて呪われた方がいいと。私はそこまでひどいことを何時にしたか。頼むから本当に勘弁してほしい。言われただけでも呪われかねないと懇願されて、もらう気もなくなったしょんぼり。だがアルテミスのお気に入りからならまあ大丈夫だろう。プレッシャーかけてきやがった。お前、他の連中にはお返しなんていいですよなんて言いこぶってるくせに、俺に対してはやけに混沌悪っぽくない？扱い雑！俺ってば、そりゃもう超一級のアーチャーだからね。さて、当然だがお返し。お返しか。大丈夫。ちゃんと考えてたぜ。見てくれ、これを。じゃじゃーん！おう、素材使って改めて作り直したもんだ。材料は魔獣の皮に、竜の牙、愚者の鎖、鳳凰の羽、万神の心臓、竜の激鱗、黒獣士だったかな。贅沢は正義。ま、これだけ使ってりゃきっと何かしらのご利益はあるだろう。ああ、きっとあるある。なだったらアルテミスに頼んで祝福してもらおうか。その代わり、何かの拍子に他の女神に呪われる可能性がなきにしもあらずだが。おっと、なんだか寒気がしてきたな。風邪かな。お、どうしたどうした。俺の肩に何かついてるか。ついてる？何が？面白い顔だな。じゃ、渡すもんも渡したし戻るわ。おっと、サイズが合わなかったら言ってくれな。マスターは呪われてしまった。なんちゃって驚いただろう。なに、俺がついてるんだ。呪いなんざ弾き返してやるぜ。
かしやけに肩が重いな。ま、いっか。改めて、じゃあな。寒い。こいつは。そういや聞いたことがある気もするな。あれだろ、祭りみたいなもんだろ。いや、ありがとうさ。お前さんぐらいの年の若者にプレゼントをもらうなんてことはそうそうあるもんじゃないからな。新鮮すぎて少しびっくりしちまったよ。さて、となるとわしの方からもお前さんに何かお返しをせんとならんな。しかし困ったぞ。さっき言った通り、こういう贈り物には慣れていないし、知っているとは思うが、わしはただの不器用な漁師なんだね。向き合い方を知っているのは山の自然や動物たちに対してだけさ。何をお返しにすればお前さんのような若者が喜ぶのか、本当見当がつかん。いっそのこと直接聞いちまおうかとも思うが。ときた、我がマスターはなかなかスパルタのようだ。うん、ではもう少し本気で考えてみるか。わしが返せるもの、喜ばせられるもの、相手は子供ほども年の離れた。思いつきはしたが、本当にこんなんでいいのかね。しかし他になければ仕方ないだろうさ。では少し待っていておくれマスター。揃えてくるのに少し時間が必要なんだね。うん、こんなもんでどうかね。初心者向けに扱いやすさを優先して選んだ。必需品ばかりだが高級品ではないから安心して受け取ってほしいね。いやな、結局のところわしはわしにもわかる人間関係の記憶に頼るしかなかったんだ。お前さんはわしにとっちゃ親子ほども年の離れた若者だ。まあこの頭にパッと浮かぶ自分のこの年齢よりは少し上だがね。だから大体同じようなものだと考えて、息子に何を贈れば喜ぶかって感じで決めたんだ。昔まだ小さい頃、わしの息子は断るごとに狩りに連れて行ってほしいとねだってきてな。まだ早いと退けては泣かせていたものだが、数年後に初めて山に連れて行った時は、それはもう嬉しそうで、うん、まあだからだよ。お前さんさえよければこの道具の使い方をレクチャーというか、一緒に狩りに行こうと思うんだがどうだね。動物を射たり血を見るのが苦手ならただの山歩きでもいい。野草やキノコを取るだけでもなかなか楽しいぞ。そいつは嬉しい。ああ、やっぱり思い出しちまうな。あいつを山に連れて行った時のことをさ。サーバントの身になってもまだこんな懐かしい気持ちになれるなんて思ってもみなかったぜ。バレンタイン様々だな。祭りはやはりいいもんだよ。うん、よし、それじゃあ早速行くとするか。
おっと、言い忘れてた。楽しいのは楽しいが、やはり山には危険もいっぱいだぞ。お前さんに怪我をさせちゃいろんな奴らに恨まれちまう。サーヴァントとマスターの関係性ではあるが、いざという時の指示には従ってもらうぜ。やあ、バレンタインのお返しだよ。どうぞ受け取ってくれ。さあ、そういうわけだ。では君がそれをかぶる日を楽しみに待つとしよう。ああ、確かにそれはそうだ。だがね、マスター、この私がチョコをもらえないはずがない。そんな確信が全身に満ちている。加えてその手に持っている甘い香りのするお菓子。証明終了 QED というやつだ。おっと。その呆れ顔もまた癖になる。ではマスター、いただくとしようか。うん。おもはゆいとはこういうことかな。さ、先ほど渡したプレゼントをよく見てくれたまえ。逆転の発想だ。ウィッグによる目隠れが果たして真の目隠れかどうかは議論の余地があるが、個々人の髪型のこだわりを尊重しつつ、いざという時は私のこだわりを貫ける、そういう意味では悪くないと思うのだが、いかがか。なに、今すぐにつけてほしいとは言わない。私が戦場で手柄を立てた時の報酬として要求するとしよう。なーに、大丈夫大丈夫。最初は戸惑うが、そのうち慣れるさ。ではこのチョコレート、じっくりと味わわせてもらおう。というわけで私は部屋から出て行き、君は一人きりになるわけだが。こっそり使ってみてもいいのだよ。こんにちは。うん、やはり似合っていた。照れない照れない。今回は片目目隠れタイプだったが、次は両目目隠れタイプも進呈しよう。いや、すまなかった。何しろ君の目隠れだ。レイジで吹っ飛ばされても惜しくはないと思ってね。うん、次はできるだけ互いの意思を統一しよう。モラルのある人間は真似をしちゃいけないと。私はほらあれだ、混沌悪の海賊だからね。お、
マスターじゃないっすか。お疲れさんっす。シミュレーターっすか。それとも得意点でもできました。こちとら準備は万端。いつでも戦場に。そういう話じゃない。は、なんだろう。改まって一体何の話。あっ、これはもしや、リストラ。日々増大する魔力リソース、役立たずを切って節約するのは地面乗り。ライダークラスとか他にいくらでも強いやつ、有名なやつがいるもんな。その点俺は地味だし、武器は木刀だし、馬は普段いないし、いいとこなしだ。まあいつかはこんな日が来ると覚悟していたぜ。マスターは俺たちに甘いから、ためらいがあるかもしれない。ちゃんと笑顔でお別れしねえとな。よし、やるぞ。ああ、今までありがとうございました。今後も人類のために頑張ってくれ。違う、違うんだ。これは心の汗ってやつで、涙じゃねえっす。大丈夫、俺も座から見守っているぜ。あ、いや、多分無理だと思うっすけど。チョコ。ふんふん、バレンタインデー。ああ、それか。びっくりした。心臓止まるかと思った。申し訳ねえっす。あ、いやー、そうかそうか、チョコレートか。うっす、ありがたくいただくっす。これ食べる時の作法とかあるっすかね。まあいいか。いやー、そうかそうか、リストラじゃなくてほんとよかった。あ、おう。いや、なんか先走りすぎた。申し訳ねえっす。とりあえずこちら慎んでいただきます。お、甘い。そらよっと。よし、うっす、絶好調っす。で、思い出したんすけど、バレンタインってお返しが必要なんすよね。いや、あの時は浮かれ放題でまるで忘れてたんすけど、で、今日まで悩みに悩んでようやくお出しすることができるっす。こちら、俺からのお返し。俺が求めてやまなかったもの、手に入れたが失ったもの、すなわちデュランダル。のおもちゃレプリカス。いや、さすがに本物を渡すわけにはいかないっつうか、持ってないっすよ。そもそも模造品なんで。ほらこれプラスチックっす。でも質感とかめっちゃリアルっすよ。あ、まああれっす、修学旅行の土産的なノリで部屋に飾ってくれると嬉しいっす。ああ、どうしたもんかなーって悩んでたら、通りすがりの赤い九兵さんが、うん、玩具であるならなんとかなるだろう、それが本物に迫るかどうかは持ち主次第だがね、
とか言ってあっさりと行ってみるもんすね。どうした？どこか具合でも悪いのか？いや、僕の前にいる以上は必然としてそういうことだろう。よし、わかった。見せてみろ。珍しい症状であれば褒めてやるぞ。あ、これは、チョコか。なるほど。そういえば聞いたことがある。この2月14日という日は、チョコの贈与が盛んに行われる日だと。贈られたものは、可能な限りそのチョコを摂取しなくてはならないらしいな。おそらく、治るのに必要なカロリーを取らない愚患者を、どうにかするために生まれた風習だろう。チョコというのは栄養価が高いからな。雪山で遭難した時にも役立つほどだ。しかし、今の僕はカロリー的には満ち足りている。チョコが必要とは思えないが。ま、今後大手術が必要な重病人が僕のところに運び込まれてこないとも限らない。長時間の手術は体力勝負になる。今後を見越して体力をつけておけ、ということか。さすがは僕のパトロンだ。なかなか有用な支援をするじゃないか。では、遠慮なくいただいておくぞ。甘い。これは確かに、活力が湧いてくるような。いや、待て。となると、これを活用すれば。そこを動くな、マスター。少し確認する必要ができた。脈拍と体温を測らせてもらうぞ。身長と体重も申告しろ。できるだけ正確にだ。それと、現在体調で気になることは？ない？本当か？嘘をつくと容赦しないぞ。今日でなければ意味がないんだろう。だったら今日の体調を把握しなくては。とにかく必要なデータは揃った。それではな。いたな。なんとか今日中に完成できたぞ。チョコを受け取ったものはお返しをしないといけないんだろう。回復のための栄養を与えられた患者は健康な姿を医者に見せて返すものなのだろうが、僕は違う。だからお前を健康にするチョコレートをこちらからも作って返すことにした。風習上摂取せねばならないというのなら、それは医薬となんと相性のいいことか。それはつまり、チョコであり医薬でもあるものを作れば、飲み忘れなどというふざけた可能性を考えることなく、どんな患者の体内にも確実に成分を入れられるという結論に至る。だから実験として医療用チョコを作ってみたんだ。2月14日限定の風習なのは気に食わないが、ま、飛行的な何かが関係しているのだろう。仕方ないから僕はそれを逆手に取って、
少なくともこれを摂取すれば今日だけは完璧な健康体になるように調整を行った。先ほどの検診はそのためだ。さあ受け取れ、食え、変化しろ。怖いというなら僕が手ずから摂取させてやる。そして健康になれ。どうだ？そうかそうかまた一つ僕の医術は進歩した。満足だ。現代の人間の風習もなかなかバカにはできないと分かったぞ。さてこれで用は済んだ。また新しい患者を探しに行きたいところだが、一つ忘れていたことがあった。さっきは医療用チョコの思いつきに興奮していてな、ないがしろにする気はなかったが、もらったチョコレートへの礼がまだだったということだ。あれはうまかった。ありがとうマスター。これからも有用な支援を続けてくれると嬉しい。何を見ている。僕が素直に礼を言うのがそんなにおかしいのか。さあ僕はもう行くぞ。お前も行け。ああ、変則的ではあったが、これはお前という人間を健康にした医療行為だ。だから医者として別れ際はいつものように言っておかなくては。マスター、末永くお大事にだ。おやマスター、朝から管制室とは精が出る。戦闘訓練か、はたまた微小特異点が現れていないかの観測か。地道な努力は人前には出さぬものといったところですかな。私も同意見でございます。真の実力は比してこそ使い時がある。かくいう私も昨夜からシミュレート三昧でして、一度大軍をもって正面から完膚なきまで諸葛孔明の采配をずったんぼろんに。失礼、バレンタインでしたね。ええ、存じていますとも。こう見えて甘いものは大好物です。頭の回転が保てますからね。ではありがたくここで頂戴しても。おお、これは私好みの甘さですな。深みがあり苦みがあり、何より食べやすい。しかもマスターの手作りでしたか。魔術師としての技量だけでなく調理の技量も終わりとは、感服のほかありませんな。十分に堪能させていただきました。要件は以上ですかな。では私はシミュレートに戻りますので、これで今の勝利結果を見分しなくてはなりませんので。ああ、もしもし、お待ちを、マスター殿。
思いのほか見分が早く終わったので、私も自室に引き上げることにしたのですが、そういえばいつかお渡ししようと考え、懐に忍ばせたままのものを思い出しまして。サーバントはマスターあってのもの。そしてあなたは私のマスターでありますから。その身の安全と将来の無事を祈って、こちらなどいかがでしょう。ええ、あなたの国では成人の祝いに万年筆を贈る習慣があると聞き及びまして、万年筆がどうしてと不思議に思ったゆえ、私なりの護身用具として改造したものです。このペン先は極細ながら超出力のペンライトになっており、相手に向ければその目を潰し、視覚による急の襲撃にも対応できます。まずは目を潰すというやつですな。そしてこちら、尾線には周囲にある機械の回路を暴走させる秘密装置、自回自在自爆ボタンを備えております。これを押せばもう周りがドッカンドッカン、視覚も慌てて暗殺どころではありますまい。ちなみに特許出願中です。まあ単純な機械にしか通じませんが、そこはご容赦を。今後改良いたしますので。私メカニックではないのですが、久しぶりに封印した花王朝の血が騒ぎました。いかがです、この素晴らしい贈り物は。まさに必勝の万年筆と言えましょう。なんと万年筆はいまいちでしたか。そちらの木簡は余り物、まさにチョコのおまけと申しましょうか。戦場にあっても人として生きる道、怨嗟の渦においてもうつむかずにいる教え、どのような逆境に陥っても自らを卑下せず礼節を失わない志、そういった普段私がやらぬ策ばかりしたためたものですよ。何、私には不要なものなので、こうして処分できて私も助かります。適材適所とはよく言ったもの、本の虫となって学を得ながら、生来の冷血さから私には実践できなかったものですが、それがあなたの役に立つのなら、私たちの戦にも意味があったのでしょう。いただいたチョコのお返しにはいささか釣り合わないものですがね。おや、マスター、いらっしゃいませ。マイルームに特色をつけないのかですか。いろいろ考えているのですが、これがなかなか。それはそうと、何かご用でしょうか。マスターと共にある限り私は常に幸福ですが、そういうことではなく。うん、なるほど。そういうイベントだったのですね。ありがとうございます。本来なら神々に捧げるべき供物ですが、いえ、
よしましょう。これは私に与えられた褒章と考え、慎んでいただかせてもらいます。ああ、なるほど。これは新鮮な甘さです。戦うにせよ、考えるにせよ、人体に糖分は必須です。サーヴァントたる身に必要ではないですが、それでも心持ち、気分が軽やかです。いいよ。そうか、これはマスターから受け取った贈り物だからか。ごちそうさまでした。最後のひとかけらが何とも名残惜しい。さて、それはそれとして、返礼の品を捧げたいと思います。こちらです。いいえ、これは厳密には宝石ではなく、半奇跡または純宝石と呼称されるものです。価値こそ異なりますが、美しさは決して劣りません。そして何より、この石は美しく輝くことを選んだ。美しく輝いているから美しいのではなく、輝こうとするからこその美しさ。あなたがいつまでもこの純宝石のような心を抱けるよう、私は心から祈るのです。ありがとうございます、マスター。神に近い方の私だったら何を送ったかですか。神であれ人であれ、根幹は私でしかない。おそらく同じものをお送りしたでしょう。少しばかりぶしつけかもしれませんがね。おお、マスター、いいところにいたな。暇だから首取りに行こうぜ。最近こいつに血を吸わせてねえし、帰り血も浴びてねえから調子悪くて。ああ、なんだこりゃ。ほん、南蛮の歌詞チョコレート。ああ、チャチャ様がゲームしながらよくつまんでるやつか。俺もたまに食わしてもらってんのよ。あれ甘くてうめえよな。こないだなんぞちょいと食いすぎて燃やされたぜ。なんか火の鳥みたいなのが突っ込んできてよ。さすが殿下の女だぜ、チャチャ様はよ。で、なんで俺にくれんだこれ。最近なんか手柄立てたっけな。首もそれほど上げてねえ気がするんだが。なるほどね、バレンタインってな、そういう催しなのな。食堂で女どもが騒いでたのもそういうわけか。それにしてもマスターの時代ってな、一時マリクだよな。好きなら好きでさっさとさらうなりとっ捕まえるなりして一緒になっちまえばいいのによ。にしてもわざわざ俺にまでくれるとはサンキューな、マスター。あ、ってことは、おい、ちょっと面貸せや、マスター。いいから黙ってついてこい。
俺、一服。そう固くならなくてもいいぜ。茶の湯ってのは、お互い好きに殺し合うみたいなもんだからよ。好きに出して好きに飲みゃいいのや。なあマスター、ここには古今東西の英霊がいるわけだがよ、詰まるところはどいつもこいつもいつどこでのたれ死ぬかもわからねえ武士みてえなもんだ。そんな連中にあまり入れ込むもんじゃねえぜ。マスターが一緒になるならよ、そうだな、薬師とか町人とかよ、普通のやつにしときな。まあ俺が言うことでもねえけどよ。相変わらず俺の殿様じゃねえ、マスターか。まあどっちでもいいやな。面白えよな。ああ、ほんと面白え。まあ安心しな、この俺がいる限りマスターは死なせねえからよ。好きに生きて好きに死ぬか。そうだよな、それでこそ俺のマスターってもんよ。よっしゃ、そうと決まれば早速首でも取りに行くか。チョコレートのお返し代わりに生きのいい首をしこたまあげてやるからよ。あ、そうか。ああ、飲め飲め。大殿からくすねてきた高そうな茶もあるからよ。これ内緒な。いやー、それにしてもマスターんとこに来てほんとよかったぜ。首は上げ放題だし、茶も飲み放題だ。なんつうか、生きてるって気がするよな。あは、俺ら一回死んでるからそいつもおかしな話や。ま、一つこれからもよろしく頼まな。俺の殿様よ。